ぜひ伺いたいのは、民主党は対案を出しましたね、はいはい、その対案というのはどういうものか、多分、ほとんどの人はよくわからないままというのは議論が明確になかったですから、はいはいはい、この対案は何だったか少し教えていただくと、そうですね、民主党がこの特定秘密保護法案は、はい、実は反対とか賛成の議論の前に、はい、こういう価値観を入れたらいいというのが本来あったんですね、はいはい、じゃあ少しだから私たちは守るべき国の秘密というのはあるということですね、はい、でだけどそれが無制限にですね、どん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 あの広がってしまってはいけないと、限定された本当に守らなきゃいけないものはあるということ、それからやっぱりもう一つはその秘密というのは、例えば30年経ったら公開をされるというその原則がなければいけないと、ということは秘密の、はい、秘密というのがあり得ることは自分たちもよく分かると、はい、そうです、それが一つ、はい、それから、まあ、どこまでで公開するかという期間の議論はあるべきだということ、はいはいはい、だから私たちは、はい、あの 法律案を5つ出したんです、うん、そのうちの一つがですね、はい、あのこれはあの日本版の NSC を作るときに一緒に出しましたけれども、はい、やっぱり情報公開法です、はい、これは日本は遅れてますから、うんうん、決定的に、うん、だからまずこの情報公開法を一つ決めましょう、はい、ということで、これが例えば30年経ったら公開ですよというような、これが一つね、それからもう一つはですね、やっぱあの国会がどういうふうにこれに絡むかということと、はい、だから国会法の改正ですね、はい、それからもう一つはですね、あの公文書の管理の法案です、はいはい、これも日本では、まあ、あることはあるんで、はい、公文書の管理の法律ありますけれども、うんうんうん、やっぱりそれが本当に適正に管理されているかというと管理されていない、うん、気がつくともうそれが処分されてたと、うん、よくあの民主党政権の時に3万件処分されたということを言われますけれども、うん、あれはやっぱり例えば民主党政権になって、あの岡田さんなんか随分外務省の秘密の問題を、うん、あの公開をさせましたので、岡田さんは外務大臣になってすぐその情報公開に踏み切って、はいはい、それで逆に言えば西山事件の時の秘密文書などの公開なども努力した側でしたよね、はいはい、どちらかというと。だからそういう意味では、はい、あのとにかく民主党がそういう政権もできたし、うん、まあこれはもう処理した方がいいんじゃないだろうかというふうに考えたのも、うん、おそらくその中にはあると思うんですね、うん、だからそういうことができないようにちゃんとしたあの公文書の管理の法律があると。それからあともう一つはやっぱり第三者機関ね、これはまさに第三者的じゃなくて第三者の機関をしっかり作る法律も出しました。それからもう一つはですね、やっぱり守るべき秘密、とりわけ安全保障の秘密ですね、この安全保障の秘密についてはやっぱり新たに一つ法律を作るべきじゃないだろうかということで、今の安全保障の秘密ということでいうと、まあ、特に防衛省関係でいうと、うん、まあ、あのこれはあの防衛省の職員が守らなければならない一般の防衛秘密というのはあるんですよ、うんうん、それからもう一つは日米のこれはあの技術共有ありますから、はい、例えば分かりやすく言えばイージス艦の情報ですとか、はいはい、これはやっぱりその、うん、アメリカとの関係における、まあ、秘密がある、ジーソミアみたいな、はい、そうです、はい、それからともう一つがあの特管秘密と特別管理秘密、はい、これが実は数が多いわけですけれども、うん、その特管秘密と言われている特別管理秘密の中から全体で40万件くらいありますから、はい、それをごくごく限定をしてですね、うん、あの守るべき秘密として特別安全保障秘密というものを決めようということですから、うん、この5つが揃うとですね、私はさっき申し上げたその国民の知る権利と国にはやっぱり守るべき秘密があるという、うん、この2つのバランスを考えなきゃいけないわけで、はい、そうすると会社さん、はい、2つ伺う